他球団の首脳陣が首位打者争いのラッグホースだと思いますと語るのが、2年連続最下位からの巻き返しを狙う中日。5月12日現在、借金2と春先に首位に立った勢いはなくなっているが、混戦のセリーグで上位に食い込むチャンスは十分にある。変革の旗印として期待される選手が、プロ2年目の村松海斗だ。今季は打撃フォームがガラリと変わった。構える際にグリップの位置が上がり、右足を上げてタイミングを取る。タイミングの取り方、スイング軌道が元巨人の天才打者高橋由伸と重なる。そして、この新フォームで春先から安打を量産している。他球団の首脳陣は、村松についてこう分析する。昨年はボールとバットが衝突するような打ち方だったが、打撃フォームを変えてタイミングの取り方がしっくりきているのでしょう。懐が広くなり、差し込まれてもバットの面が返らないので三遊間に安打を飛ばせるようになっている。今の打ち方ができているうちは大きく調子を崩すことはないでしょう。首位打者争いのラッグホースだと思います。細川三冠王への最大の障壁。三遊間もそうだし、十二塁間も非常にうまいよな。規定打席で打率3割以上6度、現役最終年も代打で318、1万打席以上経って四球数、三振数の立浪よりも、まだ一度も規定打席にも到達していない村松の方がミート力で登って言い切るのはさすがに運。村松も将来には大いに期待が持てる選手だけど、さすがにまだ立浪とは比べる段階にはないと思う。このまますんなりはいかないかもしれないけど、今年もすでに球団新記録タイあったし、次は何をやってくれるか楽しみな選手。立浪が好きな、あれ。がしっかりしてるフォームじゃないから、ちょっと落ちてきた時に立浪の指導が入らないか心配や。ただ、なんだかんだ2月から今日まで指導入ってないっぽいのは朗報。この調子で指導しないでほしい。立浪、実力が抜けてる村松が規定乗ったら俺の好きな服などが使いにくくなるな。せや、押したろ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。